はようございます。妊婦生活の3日間の食事、まあ私が妊婦生活どんな食生活をしてるかっていうのを皆さんにお見せしたいと思います。でも最近ほんと間食とかめっちゃ増えてるので、間食のところもちゃんと撮影してリアルに何を食べてるかっていうのをね、皆さんにお見せしたいと思うんですけど、まず1日目の朝ですね。もう10時半で今、最近めっちゃ遅くまで寝ちゃって9時とかに起きるから朝昼が一緒なの。だいたい10時とか11時に朝ごはん食べて、2時とか3時にお菓子食べちゃうのよ。で夜夕方ご飯みたいな。で今本当にご飯の支度するのはちょっとめんどくさすぎて、ちょっと鼻ペコすぎてね、このお菓子がねどうしても食べたくてあんま良くないなと、早くご飯作って食べろよって思うんだけど、うん、うまっ。ぷよぷよしてしまうの私最近。起きてなんかご飯の前になんか食べたいって思ってお菓子食べちゃったりとか。うめ。ちょっとご飯の支度します。ではいただきます。ちょっと今日のご飯はめちゃくちゃ手抜きで、納豆ご飯ともずく酢とゆで卵やばい、手抜きすぎて。作り置きとか置いてある時は朝食べるんだけど、やっぱさ、キエがさ、いる日といない日もあるからさ、なんか作り置きを作ってもさ、余っちゃったりもするのよ。だから最近作ってないっていうのと、妊婦になってから本当に料理するのが大変で、なんか長時間キッチンに立ってるのがちょっとしんどくなってきたっていうのもあるし、料理する気が前よりか失せてしまってるっていうのもある。忙しい日とかちょっとめんどくさいなと思う日は、よく納豆ご飯とかにしちゃうの、朝ごはんは。いただきます。納豆ご飯大好き。私は大粒が好きなんですけど、納豆ご飯でいいんですよ朝は。うん、ケイがいる時はまあ一緒に作ったりとか、なんか洗い物いっぱい増えてもいいやと思う、まあ仕方ないなと思うんだけど、一人の時はなるべく洗い物を少なくしたいっていうのもある。めんどくさいに洗い物がいっぱい溜まってるとさーってなるじゃん。妊娠前まではもう私は納豆卵かけご飯が大好きで、もうめんどくさいは納豆卵かけご飯でいいみたいな、それで満足だったんだけど、卵食べれないじゃん生と、だから納豆ご飯ごちそうさまでしたと言いたいところなんですけど、私は桃食べます。じゃーん。本当に私最近フルーツが大好きでね、毎日フルーツが食べたいの。ごちそうさまでした。夜ご飯までにお菓子食べちゃうと思う。2時とか3時とかにまた報告します。今日は一日中家にいる日なんですけど、一日中家にいると本当に間食欲がやばくて、とか甘いものが食べたくなってしまうんですよ。じゃあ最近私が激ハマりしてるお菓子、芋チップ、別にどこのでもいいの、これ大好きな。私はこの芋チップの中でも薄いのが好きなの。やばい、止まんない、止めないと。買わなきゃいいのに買っちゃったんだよな昨日。あと1枚これで終わりにしよう。もう夜ご飯までお菓子食べないようにしよう。お腹すいた。今ね、家に帰ってきました。今日はケイもいないし、今もうね、7時半で、今帰ってきたばっかなので、今から作るのめんどくさいので、今日はこちらの、じゃーん。
三つ星ファームさんの白身魚の甘辛特製黒酢あんを食べます。あとちょっとだけお米が家に余ってたから、このちょっとのお米で食べます。では、うわー美味しそう。レンジで5分、これは4分半かな、私600ワットで4分半、まあ約5分ぐらいで冷凍してたのをチンしただけという劇的に楽ちんな、私は普段めんどくさい時にはすごく助かってます。ではいただきます。美味しそう。あ、ナスとしらすだ。あ、うまっ。三つ星ファームのおかずなら献立をね考えることがないからめちゃくちゃ楽なのよ。とかスーパーに行って買わなきゃとかさ、そういうのもないし、私がいいなと思うのはこの三つ星ファームのおかずを見て、あ、このおかず作れるなとか、おかずのレパートリーを増やせるっていうか、こういうおかずこの味付けしたら美味しいんだと、これとこれの組み合わせいいんだっていうのをすごい知れるっていうのめっちゃいい。栄養バランスが取れてて、さらに低糖質っていうね、めっちゃいいじゃん。だから、その健康とかボディメイクとか、まあ私は今妊娠中だからさ、栄養バランス考えて赤ちゃんのためにと思ってるんだけど、そういう分にもなんか、細かくさ、いっぱいさ、おかず作るの大変じゃん。だから、栄養バランスも考えられてて、セルフケアとしてもめっちゃいい。この、細々と作るんじゃなくて、レンジでチンでさ、栄養取れてめっちゃいいなと思う。しかもさ、カロリーもめっちゃ良くてさ、おかず240キロカロリーでしょ。で、タンパク質14グラム取れるのめっちゃ良くない？私はね、なんかね、魚料理が結構めんどくさくて、まあこれね、最近お魚取れてないなと思ったら、レンジでチンで食べるからめっちゃいい。で、ほとんどの商品のカロリーが350キロカロリー以下。で作られてて、糖質が 25g 以下で、タンパク質が 15g 以上入ってるので、私は多分今まあ筋トレしてないから一食のタンパク質は 20g ぐらい取った方がいいと思うの。だからこれだけで 15g 以上のタンパク質取れるっていうのはね、すごい大事だから、妊娠中タンパク質大事って言うからさ、私だから今日の朝頑張ってさ、ゆで卵と納豆にしたけど、白身魚、私ね甘酢系だれ好きなの。うん、うまい、おいしい。本当に冷凍で5分と思えないぐらいおいしい。魚もパサパサじゃない。何って一番米がなんか硬い、炊飯器ずっと入ってたから、これは幸せだね。やっぱ全部のメニューを三つ星シェフが監修してるからこんなにおいしいんだと思うのよ。だから三つ星シェフの味をこの冷凍のご飯で味わえるっていう三つ星ファームなの、それがすごい。だからこんなにおいしいんだと思う。なんかさ、結構さ、冷凍のものとかって味落ちたりとかさ、結局パサパサとか味薄いとかあるけど、うまい、魚うまい。結構自分が料理するやつより味うまい気がする。うまい。今日さ、動画撮り忘れちゃったんだけど、またおせんべい食べちゃった。お菓子良くないなって思って、こういう健康的なご飯をいっぱい食べてお菓子控えた方がいいなって思うんだけども、食べたくて、これ妊娠中あるあるだよねきっと。なんかさ、私のさ使ってるアプリ、とつき10日になるっていうアプリで、その日のさ体調とかさ、赤ちゃんの様子とかいろいろ書いてあるんだけど、甘いものがすごい食べたくなると思うんですけど、それはなんか赤ちゃんが糖質を求めてる、ブドウ糖を求めてるかなんかで、だから食べ過ぎは糖尿病とかになるけど、お菓子とかたまに食べていいよみたいな書いてあったから、だからかと思って。でね、これのね、すごいのがね、種類が60種類以上あるの。だからレパートリーがいっぱい選べて、パンとかスイーツとかもあるから飽きずに食べれるのよ。60種類ってすごくない？だって2ヶ月さ、毎日食べてもさ、全部味違うの食べれるって最高じゃない？今日悩んだのはエビマヨか魚か悩んだ。ケイともね、2人で食べたりする。毎日毎日こういうさ、いい感じのおかずと健康的な量のご飯を、お魚とか肉とか作れたらさ、いいのにね。めんどくさくて、今日は
K が遅く帰ってくるからゆっくりお風呂入って、足がめっちゃむくんでるからさ、マッサージちゃんとしよう。最近外が暑すぎてちゃんとマイスイート持ってってんの、氷入れて。コメントでさ、もっと赤ちゃん大きくなると胎動で目が覚めますよっていうコメントめっちゃあってさ、マジと思った。お腹のキックとかで起きるってマジと思って。今そういうのないからさ、もう終わっちゃう、悲しい。もっと食べたい、美味しくて。うん、ごちそうさまでした。もう本当にね、三つ星ファームは冷凍で本当にストックしとくだけだから、疲れてる人とかもうめんどくさいなと思った時はもう本当にこれですごく楽ちんにできるっていうのと、まあ、出前とかもさ、なんかさ、お金かかるじゃん。来るまで時間かかってさ、もうお腹ペコペコなのに早く食べたいってなるじゃん。でもこれ本当5分だからめっちゃ楽ちんです。美味しかった、ごちそうさまでした。捨てるだけでいいっていうのは最高、洗い物なくてこれだけで済むっていうのが最高すぎる。しかももう洗い物してすんのがめんどくさすぎてさ、もう嫌なめんどくさいってなるから。デザートのこのみかんゼリー食べよう。うん、よし、洗い物がする時間がなくて済むので、その時間をマッサージでもします。洗い物をしなくて済んだ代わりに綺麗な洗濯物を買う、洗濯物とか脱ぎっぱなし服をお片付けして、よし、こちらの足のむくみがやばいから軽くこれをして、お風呂に入ってのんびりして、韓国ドラマを1話だけ、いや2話韓国ドラマちょっと見て寝よう。 K が帰ってくるまで韓国ドラマ見よう。おはようございます。今日の朝ごはんはあんパン、 K が買ってきてくれたあんパンで、さすがにタンパク質取らなきゃなと思ってオイコス 18g これを食べます。で、これは牛乳みたいな、乳製品みたいな鉄と葉酸が入ってるドリンク。普段全然パン食べないんだけど、昨日 K がアンパンをくれたので食べます。今日の朝ごはん、いただきます。これ栗アンパンじゃない？すごい美味しい。たまにはパンもいいね。今日は美容室に行って夜はお家で食べる予定なので、なんか作ろうかな。ネギがあるからネギで味噌汁。はい、あとヨーグルトに蜂蜜とブルーベリーを入れました。冷凍のブルーベリー、ビタミンを取ろうと思って。朝ごはんが微妙な時間だからさ、2時とかにさ小腹が空いてさ、お菓子食べちゃうんだよね。本当に最近やばい、お菓子、本当にお菓子ばっか食べて。うん、ごちそうさまでした。苦しい、胃が圧迫されて毎回こうなるっていうか、別にさこんぐらいのアンパン2個とさヨーグルトでこんな苦しくなるのってぐらい苦しいけど、多いのかな。ということで多分ちょっと軽くお昼食べて夜ご飯かな、お昼は食べるかどうかという感じです。ちょっと小腹が空いたので3時でおせんべいを食べます。おせんべいくらいならね、本当は甘いもの食べたいけど、ご飯食べるほどお腹空いてないんだよね。なんかずっとお腹がパン、なんか食べたいみたいな。一瞬で食べ終わっちゃうな。本当に良くないよねこの間食。ゆで卵でもいいなと思ったんだけど、ゆで卵の気分じゃなくてバナナの気分でもないし、
やばい、お菓子ばっか食べちゃう。せんべい止まんないな。家にいるとさ、めっちゃ食べちゃうんだよね。でも外に出ると暑いしさ、これ黙ってたら10枚ぐらい食べちゃいそう。もうやめよう。2枚で完食終わり。あとは夜ご飯まで我慢します。では今日の夜ご飯を作ろうと思うんですけど、今日の夜ご飯何しようかなと思って、 K が今日はいないので簡単なもので済ませようって思うんですけど、私の大好物ないつもよく食べるやつと、一個やってみたいなと思ってた作り置きを一個だけパパッと作ろうかななんて思っています。この固い豆腐ご飯が大好きなんですよ私。だからいつも固い豆腐ご飯一人の時めっちゃ食べる。固い豆腐をキッチンペーパーである程度水分をね取ってほぐすの。大葉ちゃんとみょうがを細かく切って、大葉とみょうがの組み合わせ大好きなのよ。水分をめっちゃ取った豆腐をもう手でほぐして、ポロポロにいい感じにほぐして、で大葉みょうが何度も登場してんじゃないかな。これは K と K レシピなんだけど、 K と出会ってこれは私がずっと食べ続けてる。そしたらここにめんつゆとごまどれ、めんつゆとごまどれかけるのが好きなので、 K はラー油かけるけど私は生七味をかけて食べる。はい、完成。これをご飯にかけて食べます。あとはもう簡単な作り置きを作っちゃいますけど、きゅうりをざく切りして、私もねこれは作ったことないけど美味しそうと思ってツイッターで流れてきて作りたいと思ったの。ちくわを切って、これはちょっとね美味しいかどうか。ごま油、レモン汁、もうこれちょっと適当で、ごま油大さじ1とかって書いてあったけど適当で、刻みネギって書いてあったけどネギ切るのめどくさいからネギはいいや。レモン汁、あとニンニクをちょっと、とあとは塩昆布とめんつゆがこちらの塩昆布、これ絶対うまいじゃん。二つまみって書いてあったけど私多めにしたい。でごまとクリームチーズです。クリームチーズを入れるんですよ。こちらのクリームチーズはプロセスチーズなのでミルクでも食べれます。ちょっと本当は多分片切りとかを刻んで入れるんだけど、ちょっとめんどくさすぎて、また包丁を出すのめんどくさいし、スプーンで適当にやってほぐせばいいね。匂いはとってもいい匂いですけど、これはどうなるのか。そしてクリームチーズが全然まばらになりません。私がめんどくさがったせいでもう束になってます、クリームチーズが。できたー、じゃーん。 OK、 ではご飯食べます。では今日の夜ご飯はこれと、この前残したナムルとご飯と豆腐で、いただきます。これ今日の夜ご飯です。小松菜ともやしのナムル、ではこちらの初めて作った食べてみましょう。うまい。これうまい。このサラダうまい。もうちょっとレモン入れてもいいかも。これをねご飯の上に私はかけるんですよ。これが大好きなの。私はなんでこんなちっちゃいスプーンで食べるかというと、すごい早食いだからなるべくゆっくり、大きいスプーンで食べるとさすぐ食べちゃうじゃん。だからちっちゃいスプーンで一口少なくしていっぱい食べたらお腹いっぱいになるじゃん。
カレー食べる時もスプーンちっちゃいの食べる私。もうお腹いっぱい全部食べて、こんな余ってる。これはちっちゃいお皿に入れて明日の朝ケーキ食べるか、また違う日に食べよう。今日デザートにスイカ食べようと思ってさ、スイカ買ったんだけどお腹いっぱいで食べれないかも。お疲れ様でした。洗い物しなきゃ。ここで私は洗い物しないでここに置きっぱなしにしたらもうやる気が失せるから、食べてすぐ私は洗います。よし、片付けよう。もう苦しい。これを映して、あ、苦しい。これは冷蔵庫に入れて、洗い物は、洗い物なんてねやり始めれば高速で終わるのにすぐやる気が起きない。はい、洗い物は終わり。どうしても私ってほんと食後にデザートを食べたくなっちゃう病なの。また洗い物が増える。スイカをね今日は買ったので、もうやめよう、お腹が苦しくなっちゃう。デザートでした。はい、3日目の朝ごはんはこちらです。じゃーん、何これって感じなんですけど、これはまあ私の YouTube を今まで見てた人は見たことあるかもしれないんですけど、西野美希特製プロテイン蒸しパンです。これはね、 K にはあの鳥の餌みたいって言われるんですけど、私はこれが大好きで、すごく健康でヘルシーな蒸しパンで、これには、プロテインとオートミールとベーキングパウダーとレーズンとバナナと卵蜂蜜を入れて混ぜてチンしただけのめちゃくちゃ簡単蒸しパンで、今日はこの後ピラティスなので、ちょっとピラティスの前にがっつりご飯とかなんか食べるとなんか気持ちよくなりそうなので、今日はちょっと蒸しパンをね食べようかなと思って。うん、うまっ。ケイに朝プロテイン蒸しパン作ってたら、それを食べたいっていう気持ちで作るのって言われた。ちょっとチンしすぎるとちょっとカチカチになるのよ。それもうまい。蒸しパンというのはクッキーみたいなの見て焦げちゃって、これがうまいの。もうクックピラティスから帰ってきたお腹すきさ、こんぐらい食べました。あともう一個食べたいのがあるんだ。桃、またかいって感じなんですけど、でもねこの桃はね硬い、まだ早いね。おいしいけど甘みがない。塩かけようかな。私フルーツに塩かけるの大好きなの。桃もスイカもリンゴも梨も塩かける。塩かけよう。これは体にいいですよ。ちょっとかけるとさ甘みが増すじゃん。うん、はい、腹ペコ、お腹すいた。動画撮りたかったんだけど撮れる環境じゃなかったので撮れなかったんですけど、ピラティス行った後にセブンイレブンのブルーベリースムージーみたいな、あのなんかさ冷凍してるのをこうやって入れてやるやつのブルーベリーヨーグルトスムージーみたいなのを飲んで、でそっから弟の家に行ってたんですけども、腹ペコで腹ペコで、でもご飯食べるものがなくて、なんかあったお菓子ビールのおつまみたいなさ、こんぐらいのなんか硬いやつ、黒い
それをちょっとつまんでお菓子を、それだけ。今日全然食べてない、お腹空いた。まだ5時半なんですけど、だからこんな明るいんだけど腹ペコなので、今日もこちらの三つ星ファームさんのご飯でにしちゃおうかなと思います。作るのがめんどくさいし、あのカレーがあったんだけど今日の朝ケイが全部食べちゃったの、だからもうなくて、こちらで食べます。今日はですね、プリッと甘うま特製エビマヨ。あら美味しそう、エビマヨ。もう2個くらい食べたいぐらいお腹空いてんだけど。いただきます。美味しそう。うん、うまい。なんだこれ、カリフラワー、ちょっと酸っぱめな味付けで、うまっ。もうお腹空いてたの。エビチリでタンパク質足りないかなと思いきや、ちゃんとここに鶏肉も入ってタンパク質取れるというね。21g も入ってるわ。十分。うん、うまい。三つ星ファームのおかずなんだけど、お届け日の変更とか配送の頻度とかを調節できるから自分のペースで利用できるのよ。それがめっちゃいい。一回に届けてもらう個数とかも自由に変更できるから、今週あんまりいないなと思ったら少なめとかもできるし、仕事でいらない日とかもあるじゃん、やっぱ外食多いとか、そういう時は日時指定ができて毎回変更できるから、もう本当に自分の予定と組み合わせれるというか、予定に合わせて頼めるっていうのがめっちゃ便利。外食続きだとさ、溜まっちゃうじゃん、これも冷蔵庫に。いいよね、調節できるのが。エビマヨちゃん食べてみます。うわ、すごいエビが大きい。うん、うん、うまい、うまいね。うん、多分ちゃんと下にキャベツがいっぱい入ってるから野菜も取れて、うまい。私が今まで食べたこのおかずの中で1位はやっぱ魚かな。1日目に食べた白身魚の甘辛特製黒酢あんかな、の1日に食べたやつが1位かな。やっぱね、魚がパサパサじゃないっていうのがめっちゃ私的には最高で、2位はローストチキンかな。ローストチキンのなんかカレー仕立てみたい、カリー仕立てみたい。チキンも美味しかった、ジューシーで。で3位はこれかな、エビマヨ。悩むけど、でも魚がとにかく美味しい。今日も魚にしようかと思ったんだけど、もう腹ペコすぎてこれ2個ぐらい食べれそうなんだけど、おかず2個でご飯なしとかでもよかったんだけど、ラスト1個のエビマヨになってしまった。ごちそうさまでした。美味しかった、お腹いっぱい。そしてなんとですね、今回私が紹介したこの三つ星ファームのおかずなんですけど、なんとですね、私西野美希と三つ星ファームのコラボセットが発売することになりました。14食のコラボメニューがあるんですけど、それがこんな感じです。私が好きな味とか私がおすすめなものを詰めたんですけど、この私が選んだコラボ14食セットがなんと初回 51% オフで頼めます。半額以上、 51% だから1食あたりだいたい587円税込み。めっちゃいいくない？節約にもなるし、美味しいし、これでお腹いっぱいになるし、安くなります。そしてさらに特別にですね、プレゼントでスイーツがつきます。ありがたい、スイーツもつけていただきました。やっぱデザート食べたくなるもんね、食後に。期間限定、数量限定、初回送料無料です。嬉しい。コラボセットは期間限定になりますので、その期間内にぜひ頼んでいただけたらなと思います。でしかも今回この私のコラボセットを注文された方は2回目以降もずっと 39% オフになるんだって、すごくない？だから今回頼んだらお得に今後も頼めるっていう。コラボセットの購入方法とかは概要欄に書いてあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということでお腹いっぱいなので、
私どうしよう、なんかデザート食べるか悩むな。練乳氷食べちゃおう。お腹いっぱいなのにね、ずっとこれはずっと気になってたんだ。私練乳が大好きなの、昔から。練乳が大好きで、昔飲んでたの練乳を、冷蔵庫から勝手に取り出してチューってとか、なんか練乳の缶とかあったの知らないですか、缶。あれとかもフーって飲んでた。練乳大好きなの。やっぱ私氷好きだな。氷、かき氷みたいな味が好きだ。うまっ。でもこの氷だったらセブンイレブンのいちご練乳かき氷みたいなのがうまいわ。そっちの方が好きだね、私は。そっちの方が濃厚な練乳。これは結構ミルキーっぽい。結局デザートもアイス食べちゃった。あ、お腹いっぱい。まあまだ6時だから。これがね、夜の10時とかだったらやばいなと思うけど、まだ6時だからね。6時に全ての食事が済んでるってことがまあいいでしょう。ということで、どうでしたか、私の3日間の食事、妊婦の3日間。思ったよりジャンキーじゃないけど、お菓子めっちゃ食べてるよね。まあ、今回は家で食べることが多かったけど、外食行ってる日はもっと食べてる。外食の方が量食べてると思う。こんな感じでした。私はもう今日は早寝したいと思います。ではまたねー。